それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。何でも屋のジャトや。なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを。俺の兄弟たちが苦労して。研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんた。こっちが悪いみたいに言わないで。お互い一人だ。たった三人のために。待った、あれって先行だ。そう、 GS にが。よかった。頼むから目閉じるなよ。シーズ。これじゃおめえらを皆殺しにする。勘違いしないで。あっちだよ。長官、こちらスクロー4。招待繰り返します。敵が。ボス、さっきの閃光弾は攻撃ヘリコ。やっと気づいたの。このまま私たちとやり合って血。くそ、なに最大攻撃。スクロー4、攻撃。後でクレームを出してやっからな。入ったことを確認。ひとまず進みましょう。エーテリアス、早速現れたわ。
古い地下鉄分岐駅か。どっちにすんだ？アンビー交代だ。アンビー、お前に会えてホッとしたぜ。ええ、私もよ。スタンバイ。消えて。開始。了解。俺に任せとけ。動くなよ。こうやって。ラジャー。複製する。スタンバイ。腕が剣みたいに。一つ攻撃に気をつけて。見た目より攻撃範囲が広いぞ。ラジャー執行。ターゲットを排除する。エーテル活性も上がってる。まだ攻める。いや、今の火力じゃ無理だな。撤退だ。確認したところ、店の外に。
どう？聞こえるかな、ニコ。イアスを頼んだよ。オーケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。うん。最寄りの出口を見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイド。前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった。危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。フォローの観測データだ。大いに越したことはないね。店長、道案内は頼んだぜ。アンビ援護する。敵は他にもいるよ。気を引き締めて。判断。振動は。プロキシ先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする？戦うか？大丈夫、僕についてきて。軌道の敷設装置を利用すれば、これで軌道に沿って効率よく進める。セーフティードアのデータをシステムログに。
そんな暗い。エージェントビリー、ドアの開放を検知しました。いってぇなぁ、クソったなぁ。店長、次はどの方向に行けばいいんだ？ナイスタイミング。